独創戦時、赤軍が主力カノン砲として運用した A-19122mm カノン砲カノン砲を呼び、カノンは火砲の一種、キャノン砲とも呼ばれる。現代の定義は、同口径の榴弾砲に比べて、方向直径に対する、砲身長が長く、高所速、長射程であるが重量とサイズは大きく、やや低行角の射撃を使用する。 しかしながら、おおむね冷戦後の現代は、火砲の進化による砲種の統廃合により、榴弾砲とカノン砲の区別はなくなっている。17世紀当時のドイツのカノン砲、カノン砲は16世紀から17世紀の間は、砲弾重量42ポンド以上の大口径の、格好砲の故障として用いられた。また、反カノン砲という砲は、弾丸重量は32ポンドであった。 その後、榴弾が発明され30年戦争を機に、野戦においても火砲が多用されるようになると、榴弾を主に曲射弾道で射撃し、野戦に便利なように方針をある程度短くするなどした火砲は、榴弾砲、これまでのように砲丸や三弾による直射を主に行う火砲は、可能砲と区別して運用されるようになった。しかし、中体福崎が開発され火砲が、 飛躍的な進化を遂げた19世紀末以降、カノン砲でも比較的両角を取った局者の間接射撃を行うようになり、下砲の前世紀であった20世紀中半、第二次世界大戦頃までは、榴弾砲は30後継前後まで、カノン砲はそれ以上と後継長で両方を大まかに区別するようになった。右、89式15センチメートルカノン左、 96式 15cm 榴弾砲カノン砲は、榴弾砲と比較して、砲弾に干渉性の比較的高い多量の創薬を用い、長方針のため射程や低振性に優れるが、射撃時の高い空圧や大きな反動に耐えるために砲自体の重量は重く、仕上がり、サイズも大きく、機構も複雑となり、生産性や運用性に劣る。カノン砲が使用する砲弾も、 あくまで榴弾、箱榴弾、戦鋭弾などであるため、近現代においては使用砲弾の際によって、榴弾砲と可能砲とが区別されるわけではない。榴弾砲と異なり、高所速で弾道が低進性に優れるため手業核での遠距離射撃を得意とし、近中距離の目標を直接照準、低距離射撃で砲撃することも可能でもある。そのため敵に射撃位置が察知されにくく。 しばしばゲリラ的戦術による砲撃に用いられた。例として、ガダルカナル島の戦いにおいて、ピストルピートのあだ名をアメリカ海兵隊に付けられた大日本帝国陸軍の92式1 5トルカノンや、沖縄戦における89式1 5トルカノンによる派手な飛行場砲撃などが挙げられる。 左系の89式 15cm カノンと96式 15cm 榴弾砲は、第二次大戦における日本陸軍の主力 15cm カノンと榴弾砲である。共に同口径の下砲であるが、カノン砲と榴弾砲の違いとして、最大射程のみならず方身長、重量、サイズ、構造が大きく異なる。なお、日本陸軍において、カノンの略称、 薬事は、頭文字を取り、かおよび、K であり、15センチメートルカノンは、15かや、15 k などと称していた。なお、榴弾砲は、竜および、H。主に幕末以降、欧州の軍隊に反を取り加砲など多くの装備を、輸入していた日本では、名称はそのままに、本砲を、カノンと呼称、これに漢字を当てじし、カノンと表記した。 県軍以降フランス陸軍やドイツ陸軍に習い、その後も長きにわたり欧州の影響を受けていた日本陸軍では、このカノンの名称を受け継ぐとともにまた終始一貫して、カノンの名称を正式かつ正式の表記として使用している。カノン単体では法であることが伝わりづらいこと、またその頃の良さから、 当時の陸軍内外の一部でも便宜的にカノン砲という故障が並行して使用されており、また日本陸軍の事実上の後ろ身である陸上自衛隊では 155mm カノン砲 M2 といったようにカノン砲を正式かつ正式の表記として使用することになっているため、現在ではカノン砲及びカノン砲の表記が一般的となっている。各言語での名称は英語ガン。 ドイツ語、カノネ、フランス語、キャノン、ロシア語、など。なお、英語におけるキャノンは、火砲全体を意味し、カノン砲をキャノンと称するフランスでは、榴弾砲は区別して、アビジーアと称する。ジャヤバナインドで作られた18世紀当時の世界最大の 280mm カノン砲。重量は50トンに及ぶ、前装式格好砲時代では、最も重く、 大重量の砲弾を発射する銃砲にカノンの名を与えている。榴弾砲登場後、カノンは弊社や砲前般を指す単語となった。砲弾は主にソリッドショットを発射するので弾着しても爆発はしない。目標への直接射撃もするが、野戦ではボーリングの弾同様、地面へ弾をバウンドさせて敵兵をなぎ倒すのが主な使用法である。その他、武道弾。 キャニスター弾などの3弾。バーショット、チェーンショットのような特殊な砲弾も場合によっては打ち出した。なお、この時代の方のサイズは使用する砲弾の重量によって区別される。単位は主にポンドだが、メートル方行後のフランスだと、キログラムも使われた。よって日ポンドは約900グラムの、4キログラム砲は4キログラムの砲弾を打ち出す砲という意味になる。 漢方では最大級の68ポンド法をカノンロイヤルまたはダブルカノンと呼称し以下42ポンド法をホールカノン32ポンド法をデミカノンと呼んだ24ポンド未満の法や旋回法も弊社法ではあるが漢方の分類ではカルバディン法グループに分類されてカノン法扱いはされないことが多いまた単射程からカロネード法も含まれない その重量ゆえに、陸戦では、機動性に難があり、特に32ポンド以上の方は、野戦よりも工場法や、要塞法として使われるケースがほとんどだった。17世紀に入り、普陸軍で、ドバリエールシステムや、グリボーバルシステム導入により、砲と砲がが、軽量化され、後継が標準化された後も、野戦へ投入される可能砲は24ポンド砲が、最大であった。 19世紀後半、市場法の開発途方の長射程下及び、榴弾の一般配備によって、可能法は最前線で、砲兵が直接視認可能な敵を撃つ砲から、後方から、断着観測によって、視界外の敵を狙い撃つ砲へと大きく、姿を変えることとなる。前奏式市場法は19世紀中頃から末に、かけて運用された、ライトシステムを用いる砲。 アームストロング法の爆発事故に見られるように、後奏法の閉鎖に対する信頼性の無さを補うべく、前奏法で市場の恩恵を縁がために開発された過渡的な法である。四金三法などが代表格だが、方向装填のために装填用の施設の整った官法や要塞法として使われる場合が多かった。登場前半は前奏格好法。 後半は五層市場法と併用され、主流として一時代を築くことはできなかったあだ花で、あるが五層法に比較して製造に要する技術的なハードルが低く、正確に狙えて威力の大きな長弾を使えるのでそれなりに普及した。最も,も普及した理由の一つに、当時の創薬が爆合性の黒色化薬ゆえん方針にせざるを得ぬのが、 面倒な方向装填を容易にした事情を加味する必要があろう。この空圧問題から無塩火薬系の関連製造薬が開発され、普及する二十世紀までカノン砲はあまり長い方針を持つことはできなかった。g p f 1 5 5トルカノン砲 m l 2 0 1 5 2トル榴弾砲 17cm、K18-96 式 15cm カノン5装填砲に、 市場が施されたカノン砲、榴弾砲、野砲の区別と住み分けが定まった20世紀初頭以降、生産性や運用性に優れる榴弾砲に次いで、近代各国陸軍砲兵の主力火砲の一つとなったカノン砲は、第一次世界大戦で多用され、工場戦や残豪戦でその大威力を発揮し、同大戦は文字通り火砲中心の戦いとなった。 戦艦機には他方種とともに、カノン砲の高性能化や多様化が進み各国陸軍はこれを保有、中でもソ連赤軍は、と称す。榴弾砲としては、比較的長方針で、カノン砲としては工業格が取れる、新鋭砲、ML-20152mm 榴弾砲を開発し、多数を配備した。なお、ドイツ陸軍は、主力重砲として、 他国のような 15cm12cm 級カノン砲を主力とせず、合計 21cm の重流弾砲 21cm ミセス18を開発、配備。しかし後の第二次大戦中期以降は、昇降経過しながらも最大射程を延伸した 17cm カノン砲である 17cmK18 に更新している。同時期の後射砲、対戦射砲、 官報はその用途上、長射程や高所速が求められるため法自体は、カノン法の系統であることが多い。1930年代後半に開発された最新鋭法の中には、日本陸軍の96式 15cm カノン、ドイツ陸軍の 17cmK18 など特に、長大射程を有する重カノン法が登場した。第二次大戦における、 主要列強各国の主力可能法と最大射程、戦闘重量は以下の通りで、これらは主に師団砲兵ではなく、軍砲兵、軍団砲兵たる独立部隊で運用され、進化した航空戦力や重流弾砲とともに戦闘の支由を決する存在となった。第二次大戦頃までは野戦砲としての用途のほか、工場法、列車法、要塞法、 沿岸砲として、大口径外重量のカノン砲が多数使用された。特に第一次大戦において、ドイツ陸軍が開発、実戦投入したパリ砲は、最大射程13万メートルを記録し、第二次大戦期の主力列車砲である28センチメートル、稽5は、最大射程6万2400メートル、また80センチメートル稽に用いられたカノン砲は、 世界最大光景のカノン砲であると同時に現在に至るまで世界最大の火砲である。2S7 ピオン 203mm 自走カノン砲、第2次大戦後、戦前より砲兵戦力に重点を置いていたソビエト連邦軍は、M-46130mm カノン砲や、2A36152mm カノン砲といった、さらに超長,長方針の新鋭カノン砲を開発し、 これらは、同国軍や同盟国、友好国に配備され各地の戦争、紛争、内戦で使用された。2S5 ンアチント 152mm 自走カノン砲、2S7 ピオン 203mm 自走カノン砲、国産や M107-175mm 自走カノン砲など、カノン砲を自走砲化した自走カノン砲も開発、採用された。 M109-155mm 自走榴弾砲しかし20世紀後半以降、長方針の榴弾砲や長方針の榴弾砲を搭載する自走砲の出現により、榴弾砲とカノン砲の区別は事実上なくなってしまっている。これら現用の 155mm-152mm 15、mm、榴弾砲の後継長は第二次大戦当時の分類に従えば、 カノン砲に相当する39.45あるいは52口径が主体でありまたロケットアシスト弾やベースグリード弾といった特殊な長射程弾を使用することにより4万メートル弱から8万メートルほどの長大な射程を持つようになった21世紀初頭現在において競技のカノン砲自走カノン砲を運用しているのはソ連軍の後ろ身でありその装備を引き継いだロシア軍と 旧東側諸国軍などいくつかの国に限られ、世界においては、牽引榴弾砲や、自走榴弾砲、BM-27、BM-30 トス -1 や MLRS を筆頭とする自走ロケット砲が、砲兵戦力の主体となっている。フランス、イギリス、ロシア帝国、ドイツ帝国、大日本帝国、ソビエト連邦、ドイツ国、イタリア王国、アメリカ合衆。 国イギリス大日本帝国ソビエト連邦、ロシアアメリカ合衆国、後継ミリメートルなどという表記方法では、方針内径の直径を、ミリメートルやインで表すが、XX 後径、後径長という表記方法では方の後径を分母に、方針内で創薬が収まり、砲弾が加速される、長さを分子とした数値を表す。例えば、 合計 100mm の方の方身長が 2.2m である。場合は、合計 100mm22 合計となる。カノンの軍隊符号。陸軍省副官、河原直一、兵器名称の略称、略時規定中追加、海底の県関係陸軍部隊へ、通常1942年3月12日、アジア歴史資料センター、レフ。 c-01005-271500 陸軍技術本部89式 15cm カノン説明書アジア歴史資料センターレフ -a030321514001940 年第1陸軍技術研究所96式 15cm カノン第2予備品アジア歴史資料センターレフ -a030320926001943 年 参謀本部、超古法事件路角、祖軍兵器写真要欄、10センチメートルカノン砲、戦英団からだ1938年12月1日、アジア歴史資料センター、レフ、チーレ1003423800、戦艦の正規61ページ、戦艦の正規60ページ。グループには、カルバリン砲、デミカルバリン砲、セーカー法、ミニオン砲、 ファルコネット法が含まれる。戦艦の正規61から62ページ。12ポンドグリボーバル野法の場合、牽引に馬6頭が必要であった。戦略戦術兵器時点19ページ。巨砲艦356ページ。師段に隷属する野砲兵連隊などを意味する。最初期の校舎法は野砲が転用された。軍、軍団に隷属する。 野戦重砲兵連隊や独立重砲兵大隊などを意味する。ありがとうございます。